はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。軽く噛んだところでライロスやっていきましょう。今どういう状況これ。真ん中のあれ壊されてる？壊されてるね。あ、壊されてねえわ。あ、でも全部あれを壊してる。タレット全部壊してるわ。いや、聞いてくださいよ皆さん、めっちゃ今日マッチング時間かかったいやさすがに厳しくなってきたか。やっぱ人が少なくなってしまって、ゲームの厳しいところとしてはモードがいっぱいあるとやっぱ人が分散しちゃうよね。ね、シュプリマシーやったり GA やったり広々やったりってなってくると、やっぱどうしてもやっぱゲームである以上どうしても人気がないね。人気がないと言われているモードも出てきてしまうのが世の常というもので、これでね、あれね、やっぱしょうがないしょうがないんだけど、おぶね、ミサイル腐れましたけど、よし、味方のクルーザーを盾にしつつ行こう。なんだっけ、ジェネレーターか。ジェネレーター結構離れてるんで、最初の戦場からね。これ調子乗ってると200人があっという間に溶けてっていうの見たことあります、私。ここですよあ、いいっすよ。お前、おーい、よくついてきてるな。ターゲットを教えてくれ。ポシ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 。上に行き、行きの。お、結構ちゃんとしたパイロットついてきてる。ついてきている。いいね。クルーザーが飛びましたね。この大量に減ったの。クルーザーが1台飛びました。通信アレ79。そんなに減らせてないか。もしくは爆撃機がやられてんのかな。はいよ。ね、で上に抜けていくパターンですね。やるやるやる。で、こっから逆落とし。オフラインなの？ナイス、任務完了、ナイスです。上昇します。でこの板にぶち当てていくミサイルを。あ、俺がぶち当たる俺がぶち当たる。あ、全部使ってる。なるほど。どうするか、インターセプターとか出すか。まあ言うてもまあしっかりと打ってきてるからな。しっかりと削っていく。まあ最終に、そうそうそう、余裕残した方が絶対いいからね。ここ全然減ってないねそこ全然やってなかったね、みんなね。まあ打ちやすい打ちにくいどうしてもあるもので、削りましょう、削りましょう。200は残したいね、このペースでいってるなら。ドフリーだね、私。これポイント稼いどこ？ヒーロー尻尾使うために。ドン！あ、俺じゃない。ドン、俺じゃない。ドン。ドン&ドンえ、ルクレアハルク級タルトだったっけ。普通にあれでやれてただろう。
これ回ってこないかもな。味方うまいかもね、これヒーローシップ。まるで来ない。だがまだ勝ち目はある。まるで来ません。コントロールタワーを狙え。破壊すれば強化扉が開き、リアクターを直接攻撃できる。どっかで一回くらいチャンス欲しいな。でもファルコンとか見てないな。ガチガチかな。みんなボードメロンとかヨーダとか使ってガチガチにやっとる。まあ言うてボマーのレベルも上がってないんで全然楽しいんですけど。ルークか。ブンブン。まあ、久しぶりなんでもう一回言っときますけども、ここね、このあれ、外の窓と位置を合わせると非常に分かりやすい。わかりやすい。オーケーハニー、いい音出すね。私ではなく船に行ってるんでしょうね。同時に発射。ナイスレベルアップ。ちょっと怖いんで頼んでいいですか。タワーを狙え。私がおとりになること間違いなし。でかい円盤飛んでますよ。あと少しだ。いやレベル21嬉しいな。これはボマに捕まったやつですね。うわー、今のはまさか楽しかったぜ。いやまだだ。ただあんまりパーセンテージ進んでねえな。パーセンテージ進んでないっすわ。行った方がいいか。いや、まあ、いや大丈夫。こちらが勝ってますね。俺はいつだって正しい。ハードロック検知。シールドが戻った。急いで離脱しろ。ダメ。ギリギリ攻めすぎた。ギリギリ攻めすぎた。すまんすまん。そろそろ真面目にやります。いやでも1個レベル上げれたのすげえ嬉しいな。なかなか難しいんですわ、ファルコンは。やっぱりファルコンばかり残っちゃうとね、レベル上げも辛くなっちゃうんで、ファルコンはね散らしておきたいところということよ。あんまりこれもたついてると本当にやられるかな。結構コアにはあのシールドみたいなのがあって、でこの窓ね、外の窓、このタンクを見に行く、バトルタンクを見に行って振り返るとほらすごくない。さすがにもうコア剥き出した。みんなしっかりやってるわ。すいません、私がファルコンで遊んどる間に。終わりはもうすぐそこだ。
撃墜しようとして失敗するというまた恥ずかしい展開。いや味方強いね。戦術計算など経験と勘に勝りはしない。ただいいよ、25まで。ついに一番低いランドのファルコンが21になったぞ。やはりダメロンか、まあ、なかなか開かなかったもんね。結構ずっと戦えてるんだなって感じだったからいいですね。いいんじゃないでしょうか。みんなきちんと戦った上でもポイント稼いでんな。途中参加とはいえ大して働いてないなというわけでね、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。まった見てねー。